ドレフィウス事件の裁判、ドレフィウス事件とは、1894年に、フランスで起きた、当時フランス陸軍参謀本部勤務の大尉であった、ユダヤ人のアルフレド・ドレフィウスが、スパイ容疑で逮捕された、冤罪事件である。不仏戦争に敗れたフランスは、急速に国力を回復しつつあった。50億フランに及んだ戦争賠償金は期限前に、関西。 1880年代には、余剰資金を、外国や、植民地に投資し、資本輸出国の一員となっていった。戦争中に成立した第三共和制は、共和派左翼を中心に進められていたが、しばしば右派による揺り戻しを経験した。1886年から1889年に、かけて起こった、ブーランジェ将軍事件はその一つである。 ドレフィス大尉の不名誉な状態を描いた、挿絵1894年夏、フランス陸軍省は、陸軍機密文書の名が列挙された手紙を入手した。手紙はドイツ陸軍部官宛てで、フランス陸軍内部に、情報漏洩者がいるのではないかと懸念された。筆跡が似ていたことから、ユダヤ人砲兵大尉のアルフレド・ドレフィスが逮捕された。しかし、 具体的な証拠どころか、ドレフィスが、金銭問題を抱えている、もしくは急に金回りが良くなったなどといった、状況証拠すら書いていたため、スパイ事件及びドレフィス逮捕の事実はすぐには、公表されなかった。ところが、この件が反ユダヤ主義の新聞に暴露されたことから、対処を余儀なくされた軍は、12月22日に、終身禁錮刑を言い渡した。 1895年3月、ドレフスは、フランス領ギアナ沖の離島、ディアブル島に送られた。1896年、フランス陸軍情報部は、情報漏洩者が、フランス陸軍の少佐、フェルディナン・バルザン・エステルアジであることが突き止めた。軍情総部はそれ以上の調査を禁じたが、このことが、ドレフスの兄の耳に入り、兄は、 エステルアジを告発する手紙を陸軍大臣が手に書いた。しかし、フランス陸軍大臣のシャルル・シャノワーヌは、最新に反対していた。国家主義、反ユダヤ主義の世論にも影響され、エステルアジは、軍法会議にかけられたものの、無罪となった。エステルアジはイギリスに逃亡し、そこで平穏な生涯を終えた。エミール・ゾラ・ドレフィス事件をめぐって2分する世論を、 風刺した漫画。上のコマには、サートゥー、ネパーリンズ・パデール・アフェア・ドレーファス。下のコマには、イルズ、エ、e、ヌ、オ n,、o、n t ティ・パール、とキャプションされている。カランダッシュ作無罪決定の2日後、1898年1月13日付の新聞に、作家エミールゾラは、私は告発すると題する、公開状を発表した。 フェリックス・フォール大統領に宛てたこの公開上で、ゾラは、軍の不正を求断した。発表後は、ユダヤ人迫害事件の一方で、ドレフィスの再審を求める動きも、活発になった。再審派と反対派の議論はもつれたが、1899年、大統領が、反対派のフォールからエミール・ルーベイに交代したことから、進展を見せた。ルーベは、特赦を出して、 ドレフィウスを釈放した。ドレフィウスはその後も無罪を主張し、1906年に無罪判決を受けた。ドレフィウスが無罪である可能性が高まり、有罪の根拠とされた証拠の信頼性についての疑問が取り沙汰され始めると、軍部は国家の暗記に関わる軍事機密情報が含まれているとして、ドレフィウス有罪の根拠とされる証拠類の開示を拒んだ。 しかし、ブリッソン元首相によって、当時首相として、証拠を詳しく確認したが、軍部の主張するような機密情報などは、どこにも含まれていなかったはずとの声明が出され、軍部の上記主張は、根拠薄弱なものとなった。元首相に開示された証拠には、ドレフィス有罪の根拠となり得るものは、一切含まれていなかった。そこには、 そもそも機密情報と言うべきものすら存在せず、含まれている内容も甚ははだ信頼度が低いものばかりであった。このように、軍事機密との主張が実際には真実を隠蔽する口実に過ぎないことが明らかとなった。そればかりか、証拠の改ざんや偽造まで行って軍部が冤罪を作り出していた疑いが発覚するといった思わぬ余波も生じた。 自ら作り出した冤罪の不利な証拠を隠蔽するために軍事機密との主張を乱用して権威の維持を格索した軍部はその権威を大いに失墜させたこの事件を新聞記者として取材していたテオドール・ヘルツルは社会のユダヤ人に対する差別偏見を目の当たりにしたことからユダヤ人国家建設を目的とするシオニズムを提唱この思想及びそれに基づく 諸運動が、後のイスラエル建国へと繋がっていくこととなった。ありがとうございます。